アダムジョリです。今回ですけどもこちら占い師のとこ来てるんですよ。でやりたい企画っていうのが有名 YouTuber の手相5人と底辺 YouTuber の手相5人、これを占い師に誰のか言わずに見せたら手相占いの結果が YouTuber で売れてる人の方がいい結果が出るのかという検証がしていきたいなと思います、はい、だから占い師を試すとかそういうのじゃなくて成功した人っていうのは手に出るのか、これを今回確かめていきたいんですよ。10人の人を見てもらって本当に手相占いであこいつやばいよって言われたやつが本当に今成功してるのかどうか、これ逆に成功してたとするならまあ言ったら結婚相手選ぶときに手相にちゃんと出てるやつを選んどけばうまくいったりとかするわけですから、まあ確かにね、手相を見れば成功者が分かるんじゃないかと、本当にその手相に出るのかっていうのを今回は見ていけたらと思います。だから一応ね10人分の手相今回ねいただいてます。有名 YouTuber でいうととりあえず俺の手相ラファーさん、カナオ、トーマさん、マックス村井と、あとはまあよく分かんない底辺 YouTuber5 人もらってます。これを誰のか言わずに見せます。でまあ占ってもらうわけですよね。で一人一人この手相はこうだこうだこうだ言ってもらってランキングをつけてもらいます。それがぴったしその有名 YouTuber で当てはまるのかどうかっていうのが出たわけですよ。ちょっと前ボートレースの時ね占い師の人来てもらったんですけど、まあ、どうもインチキ臭いロッキーさんって人来たんでね、ああいう人にだけは当たらない今回したいです。ほんとまともな占い師の人占ってもらいたいなって気持ちが正直強いです。あそこまで大丈夫、え大丈夫、それは占い師ちゃんと見つけてきた、見つけましたちゃんと。めっちゃ怪しいけど路地裏のスナックみたいな看板しておけとこで大丈夫、こういうとこほどこんなシンプルな占い今時ある、本物なんですよこれが。もうなんか書いてない値段とか、これが本物です。占いのお店めぐうわ、めっちゃ怪しいやん、ここ一人じゃ絶対来れへんもん。うわ狭いなこれ、狭いな、失礼します。あーうー待ってましたよ。いや、なんでこの人アポイントしたの、えなんで待ってましたよ、東京スタイル。やめろって思います、ベルギーから今朝帰ってから参りましてですね、わざわざこのためにこの髪の毛にしたんですか。いやあのこのためどうのこうのやらしいさ、この前240万買ったんさ、間近で見せられて、はいはい、まあ、玉川協定でさ SG のすごいレースやってんのよ。これはもう光くんにあやかってこの格好とベルギーであなたすごいカジノ出してたじゃないですか。おようしてます、ね、目の前で満州出したの見て同じ格好して SG 玉川協定かけに行ったら俺も満州当てれるかな。いやそんな話しに来たんだよ。占いできないでしょロッキーさん。占い俺ここでやってるよこれ。できます占い、占い、うん、多分できる。お前なんか言ったらロッキーさん取るなってお前ほんまに。インチキな。たまたまその教会に電話したらこの人紹介されて俺も知らんかったよ。いやロッキーさんほんまに断ってくださいマジで。本当に見れるんですかロッキー。手相占いやろ。手相占いです。で手相をちょっと10人分持ってきたんですよ。はい。でその10人分の手相をちょっと占ってもらいたいなと思ってて、うん、手相のランキングじゃないですけどこの手相はいい悪いってあるじゃないですか。1位から10位までランキングつけてほしいの。ああ、ね、オッケーオッケー。10人分いるんです。わかりました。一応はい。本当見れます。やってみましょう。こんな数取ってるんですかロッキーのインチキ。結構ですね。結構取ってますね。あなたの儲けに比べたビビたるもんやから。ロッキーさんは何が得意なんですか結局のところ。俺はでもね一番長いのは手相。ぶっちゃけ信用してないですね。やってみた時もほとんど占いしてなかったんで。あれぐらい当てたかな。最後占いせずに駆け寄ったから。それは口ちっちゃく。まあとりあえずじゃあ、はい、まだ。得意な手相ということでこれ見ていてもらっていいですか、うん、一応まあロッキーさんを試すわけじゃないんですけど、うん、10人集めてるんですけど、うん、5人がすでに成功してる YouTuber なんです、はい、5人がまだ成功してない YouTuber なんですね、うん、一応それもロッキーさん当てれるのかなっていうのおまけの企画です。わかりました。多分無理だと思うんですけどね。意地でも当てましょう。お願いしますね。一人目からまず、はい、この手相から、はい、成功してるしてない抜きに気持ちがやっぱ少年の心持って YouTuber なんか絶対そうじゃ、芸人さんとか絶対そうじゃないとあかんから、そういう意味では今やってる職が合ってます。ほんでこうちょっと我慢強い部分もあるから物事って積み重ねじゃないですか。そういう積み重ねの苦労いろいろできるタイプの人やな。20半ばより前ぐらいに目出てるんであれば、今だから20半ばぐらいなんであれば成功してるんちゃうかなこの人は。ああなるほど、うん、結構いい手相なんですね。じゃあいい手相やな。これ、ちょっと誰見せたの。これ底辺です。底辺か。何歳いや、多分20前半だと思うんですよ。ほんま、ほんならもうちょいしたら来るかもわからない。ほんまもしかしたら来るかもしれない。一応名前とか言います。アザッスロナウドです。アザッスロナウドさん、チャンネル登録数457人です。俺より多いかな。向いてるってことで YouTube に転職で継続する力を持ってると、うん、だからまあ解明したらもしかして成功するかもな。アガストロナウドやったら多分無理やろうからこの方ですね。これ成功してるやろ。成功してる、うん、どこでそうなったんですか。手の真ん中のさ運命線にこれ綺麗に2本あんねん。これはすごいことなんですか。やることは定まってる人1本ズドン出てんねんけど、これ2本あるってことは運気倍になるから、体もこれ体の生命線こんだけ綺麗に出てんねん。これ大谷のスライダー線って俺呼んでるけど。え待って、ここまで撮影する嘘でしょ。ほんで、あのね、はい、すごいちょっとボケ長、ほんまやって呼んではないでしょ。大谷のスライダー初めて言ったでしょ。大谷のスライダー線、ダルビッシュのスライダー線でもいいね。俺が名付
けた線、我慢強い部分もちゃんとある、羽の線も綺麗に出てる、芸術的センスもある。そういう意味これで成功せんかったらやばい、もう成功する人の層、ほんでやっぱり外に出ていく、実家から離れる、いろんなとこ出ていく、俺あなたがこれでもおかしくないと。これ大成功者の手相来ました、うん、2人目これ、うん、さあまず誰、これこれは花尾です。お、有名打ちます、ほんま、はい、成功してます、登録者100万人います。どんな仕事しても成功せないおかしい、ほんであ、頭いいっすめっちゃ漫画鋭い、占い師当たってるぐらい。でもロッキーさん当たってますよ、結集速攻言いましたもんね、うん、もう大成功者です。だから花尾おめでとう、ほんまに成功者、成功せないおかしいもんこれ、もううわさらなる飛躍が期待されてるっていうぐらいのレベルのいい切り方ですからね。女性男性、いや男です、男、うん、はい、じゃあ次いきます。わすごいな、当たったな、いやすごい、そんな感受性鋭いけどな、はい、ちょっと優柔不断、ほんで、うん、感情の線も倍になって、これ感情を表す感情線、はいはいはい、で2本目があんのよ、だからこれが鎖状になってる人いうのはちょっと沐浴しすぎるから、お客さんできても発散できる趣味を持ちやり、いつも言うのよ、ほんでただエロいな、バッツエロいんちゃうかな、これエロい、エロエロエロ、これ多分言い手そうじゃないですか、さっき比べると全然。ストレス発散法を身につけてポジティブに考えること、ポジティブ、めっちゃポジティブ考えて、で成功どうのこうのって言われたらポジティブだけど、ポジティブ、ポジティブ、ね、なさんねって言われた、成功してるかどうかって言われたら微妙、まだしてへんのちゃう、さっきの2番目の子に比べたら成功どうのこうの言われてもまだうーんやばい、ああなるほどね、うん、というこれは前さん一応底辺のことです。おお、ロックスマジですごいですね、見れるんですね、うん、できるよ、すごいっすよマジで、いやほんまにすごい、一応名前言いますね、ゆるゆる楽器ルイト、まあ、底辺やな、うん、でチャンネル登録が462人です、うん、分からんことないですよ、うん、その名前やったらじゃあ次ゆるゆるなわけどっかに行くぞじゃあ次これですね、はい、こちら、あ、典型的なお金の、はい、これほくろよな、秘密じゃないよな、これ多分ちょっと分かんないですけど、ね、はい、ほくろやとしたら、はい、このお金の指、小指が財産の指、薬指がお金の指の下にほくろあるから、ある意味これいいですよ、で、すごい多分仕事人間、あ、ほんでさっきの子俺ちょっと M 気強いかな、言うた子おったけど、逆かな、両方受けるというか、アグレッシブさもあり我慢できる部分もあり、だからちょうどええ感じ、いいぐらいの、うん、ほんでお願いした叶うタイプというか、ここのど真ん中ペケがあるの、神秘重力、これもあるけども、はい、うん、ただその情報いらないですよ、自分にあるっていう、うん、成功してるしてないかは出てないけれども、はい、この指輪でごまかされたら、ダイヤの指輪、金とダイヤの指輪にごまかされたらあかん、フェイクかもしれないですね、お金の線は出とるけど、はい、どうするこれは普通に決まるけど、これこのね、若くてこの大成功する線いうのはあるのよ、これで出たら3つくらいパターンがあってあるんやけれども、はい、ここまでじゃないから、うーん、そんなに安定もさせられへんし、あ、その芸術的センスはあるわ、これ指輪で判断してるんちゃうで、おそらく有言実行はできる、お、うん、やるって言ったことをバーンとちゃんとはできる、でも先に話しててめっちゃいい感じの、確かに願いが叶うっていう、そんなめっちゃいそうではないですか、ね、その2個目と比べたらまだ弱い、2個目と比べたらあれある意味折れるでそう、へえ、2個目が良すぎると、ほとんど俺あれ見たことない、そんな芸能やすごい特殊なことで売れる4つ目のパターン入れさせてもらうわ、すごいですね、だからそれに比べたらもうちょっと平坦な感じになるかな、まあ1、3よりはいいってことですね、1、3よりはええけど多分まだ成功してないんちゃうかな、この人が仕事に関してはアグレッシブやと思うし、うん、でこの人もこの感情の線これ2本あるから、うん、だからこういう人って嬉しい楽しいはいいのよ、落ち込んだりした時まで倍になってまうね、大成功ではないと思う、なるほど、うん、これは僕でも分かります、これはラファエルさんの手法です、マジかそうです、まあ、でも当たってるのがあったんじゃない、仕事人間とか夢叶うとか理想的にはあとラファさんそういうことですまあ神通力はあるわ、5人目です、成功ちゃうかな、2倍3倍ぐらいになるわ、感情がお金安定させれる、だからこの線っていうのは公務員さん看護師さん絶対出てる、20前半でも風俗でごっつい稼いでるお姉ちゃんにも出てる層があって、それ意外と出てるからお金困ることはないわ、なるほど、おもろいことも言えるし、これ成功してる、はい、じゃあ皆さんこっち、これはこれは底辺の子ですだから底辺なんですけど、こっから成功するかもしれない、ちょっと多いんですよ、チャンネル登録者5万3000人いるんですよ、ほんで今小焼きチャンネル等や
って一段一段階段上がっていったら絶対来る。で6人目がこちらです。おそらく典型的に若い時にガン行くそうなんで、はい、30前半ぐらい前に今やってるんであれば30前半ぐらいまでが成功かな。だからボクサーとかでもう20代でチャンピオンになる、はい、ある世界チャンピオンになったボクサー占ったけれども同じの出てたわ。若くして成功してるタイプ、うん、でただもうその後がもう人生勝つやでじゃなくって、スポーツ選手って一番いいのって限られるじゃないですか。ほんの数年でしょ。であとはもう技術でごまかす、引退後はその時良かった時の知名度でコーチやる解説やるとかやから、はいはいはい、そうやってやっていったらええねんけれども、前半いいから20代なんであれば、はい、ある意味これ成功してるんじゃないですかね。はあ、うん、なるほど、うん、成功者がそうそうやな。ほんで人の上にもこう立てるタイプやと思うし、リーダーシップ取ってできるんで、20代なんであれば行ってると思う。どうですか、これ、まあ、あんまりいっぱいインフォメーション出てないですよ。これ相馬さんです。おお、一応まあ有名一番ですけど、ただまあ相馬くん何歳？29です。今年30です。ああ、まあほんならまあまあまあここぐらいまで。手相的にはレベルはいい手相ってことですね。若い時がいい。でも若い時終わってます。残念です。もうあんたの人生終わりです。そうやな、あと頑張らない。まあまあしゃあないです。だからここでほんまもう世界チャンピオンぐらいになってるレベルやったら、はいはい、ええのよ。はい、じゃあ次の人ですね。この子一番俺と気合う。どっちですロッキーさんと気が合うことは別に聞いてないんですよ。波乱は多いけどな、俺成功してる思うで、30前半か30半ばぐらい、40前半、今20代なんであれば30過ぎてから40前半ぐらいで絶対来るから。ほー、うん、絶対に来る、絶対に来る、絶対に来ます。うん、すごいですね。そうですね、これ、うん、ほんで波乱は多い、乗り越えなあかんことはいっぱいある、はい、ただ占い師になる人も人生苦労した方がいいやん。やっぱり自分の人生紐解いてアドバイスしながら、はいはいはい、で役者さんとか歌手もそうなのよ、はい、物隠しとるのもね、はい、苦労した方がそれはもうあんまり私生活幸せじゃない方がいいのよ、まあ、苦労は多いけどこの人やっぱりそれを全部自分の糧にしていったら絶対成功するし、今もし20代なんであればさらに苦しい。若い時は若い時でええねんけど、リーダーシップも取れるし、はい、そやな、一回ドーン来るわな。ただ今何歳か知らんけれども、はい、30過ぎて絶対来るから、そこまで準備重ねといてなと。でお金もちゃんと出とうし、おもろいことも言えます。年齢にもよるけど売れてるんちゃうかな。まさかこれはマックス村井さんです。うわ、え、だから腹もだから本当に起きてるんですよ。完璧にマックス村井さん何が30、あなた30半ばぐらいでもう普通に大成功してます。会社の AV 女優、 AV 大人、違います。マックス村井さんってどんな人？アップダンクっていう会社の社長さんです。ああ、ほんま、ほんとすごい人ですよ。ほんで30何歳で成功します。今何歳？今多分30半ばか後半か半ばぐらいで、あ、ほんま、で腹もめっちゃありました。ああ、なるほどな。で、はい、もう一回それ全部乗り越えてもう一回来るから。だから多分そこが YouTuber としてでボーン出たんが30過ぎてからやろ、まあ、そうそうそう、うん、ほんで30後半40前半で絶対あるから。持って生まれた金運この人すごいで、まあお金持ってますよ、うん、俺マックさんと多分めっちゃ話し合う。村井さんおめでとう。すごいですね。腹を乗り越えて先に光があると。村井さん今度話しましょう。多分話し合うと思う。いやすごいですね。じゃあすごいほんまに。あ、これも村井さんとよう似てる。この人は人と関わる仕事がすごいで、リーダーシップも取れます。成功の方に入ります。大谷のスライダー戦も出てる。これは底辺 YouTuber の方です。バンバンザイ技師、3万5000人の方ですね。まあまあまあ、登録最低でも引くと思うで、頑張って、まだ若そうですね。頑張って、まあ、だから若いと思います。まだ若そうですね、はい、まあ、後半来るかもしれないと、はい、はい、で次、9人目ですかね。はい、こちらです。あんな、ある意味成功する。あのね、こっちがまだ典型的な言いそうというか、体あらず生命線、これ日本あんねん。体めっちゃ強いよ。こっちもせんねん、日本あんねん。めっちゃ強いよ。ほんでからね、これ頭あらず頭脳線、感情あらず感情線、こう分かれてるでしょ。これね、感情あらず感情線、感情線が2本あって、メインの感情線が頭あらず頭脳線とくっつきかけてるの。この2本がもっと1本にくっついてくれたらもっと良なのね。こういう線ってこうくっついてくるから、何年かかけて、何年かいうのはもうこの太い線がだいぶ時間かかるけれども、10年20年のレベルやねん、30年のレベルやねんけど、これがもっとくっつきつつあるから、これをくっついた、感情線と頭脳線が1本になった線をマスカケ線っていうの。マスカケ線出てんのが明石家さんまさん、松本人志さん、もうそのレベル、もうほんまのトップの天下取ってる人ね、お殿様の人、はいはい、これまあある意味ちょっとまだなりかけますかけやから、あれ、うん、変わってくる。これがくっついてきたらええから、ある意味ええんちゃうかな。ほんで30過ぎて絶対これ成功あるし、30から30半ばぐらいにかけてかな。うわ、こっちも出てるわ。
絶対ある。20後半から30半ばぐらいまでがこの子すごいわ。感情の線綺麗に2本あるから、アグレッシブにガンガン行くのがええわな。ほんでな、結婚線がめっちゃええの、これで撮って結婚線、うん、30過ぎての結婚線、ええ線出てるわ。年の力も強いし、お金の線も出てる。これ年齢にもよるけど、成功せなおかしい。ほんでここわかる、目の形になってるやろ。あー確かに、目の形な。ここにペキあんでしょ。占い師なる人はこの両方あったらええね。なんか感鋭い、お願いした叶う、第六感鋭い。人が嘘ついたり、男性かな、男性やったら彼女が浮気したら分かる、自分の子供が嘘ついたら分かる、そんなん全部分かるタイプ、すごい感じ。大きい試練はいくつかあったと思う。ガーン行く時は行く、落ちる時は落ちるみたいなタイプかもしれへんけれども、成功してるんちゃうかな。まさ、これが光です。僕らはそうやな、はい、年齢言うてよかった。まあ、28、28、もう数年続くで、ブレイク、うん、へえ、30半ばまで散ってましたもんね。さっきも言うたけど、後半そっから先どうするかやな。この知名度でなんかまた初めてペヤング乗っとったらええやろな。乗っとるですね。じゃあラスト、ラストちょっと1枚しかないんですけど、うん、これです。成功してんのちゃうかな、うん、これも人数にもよるけど、20半ば後半ぐらいには来てると思うし、チンピ十字線もある。ちょっともあれやな、 S っけつらいな。こっちからの線があんまり出てない。 S っけの線、アグレッシブさの線、日本はこれ金星体って言うんだけどな、俗に言うエロ線とも言う。この三日月みたいな線いっぱい繋がって出てる下もエロいね。でこっちからの下も S っけ強いから、夜もこれ攻める方がええわ。彼女なんて絶対 M っけないとダメ。一緒に仕事する人も M っけないとダメ。 S っけ強いとね、だから A 風に動いたらええねんけど、言い過ぎないように気をつけること。あとはちょっとプライド高くなりますんで、人に指図されるのが嫌。もう指図受けるのはもうなんかしゃあないからな。神通力はあります。ほんで YouTuber やってるとしたら YouTuber 合ってます。まだお金の線そんな出てないか、まだ成功してへんのかな。でもある意味来ると思うねん。今かどうかは分からんけれども、大丈夫、行けます。これがカメラマンの前さんの前さん。前さんの朝で僕が30です。2人で始めたんがこれ20半ばぐらい、23とかぐらいですか、はい、うんうん、だからそれでいいね、合ってんねん。運命の仕事と巡り合ってるというか、嫁はおるんやって。あ、いますね。そのぐらいか結婚した。そうです、僕は半ばです。それも全部出てる。あなたマー君のスプリット線が出てる。めっちゃ無理やりつけました。だからいい感じと、いい感じ、ありがとうございます。います、子供も出てる感じか、ね、だからそのバーンと掴んだ YouTuber 始めましたが絵の出てるから、そのままやっていってください。なるほど、じゃあ全てが終わりました、はい、結構似てそうな人多かったと思います。確かに多いですね。今ように出てなかったもこれから出る、悪くない。そんなにカスなやつはいい品で悪い、もう3番の子ぐらい、あとラファさんが70、あと全部もう85超えてますからね。かなり点数が高いわけですよ、それは全体で。手相に出るんですか、成功する、成功してる。ああ、出る出る。逆に売れてって手相微妙っていう人は逆にいないんですか。ラファさんがちょっと微妙、手相は全てではないけど9割5分ぐらいかな、手相に出るのは。ああすごいですね。さんどうは達人みたいに全然なんか違いました。エネルギー帰りやから。ほんでな、ちょっと思っとって、あのな、この前のあのレースあってんか、リサーチしてみたんだ。あなた一回別のレースの時に300万当てたことあってんか、あん時も岸影選手やで。ええ、ほんで今回の240万取ったんが2位も岸影選手だから、あの時さ、5号艇やった選手が6枠に入って、はいはいはい、ぶわーえめっちゃもう最高のスタート切って、1号艇から5号艇までまくり切って1位になってんか、はい、あれも岸影選手や。マジで今回の2位入ってたのも岸影選手やで。怖っ。いや確かに俺せえからな、ちょっとほんま、はい、ペヤングの社長出したりやな、サンドウィッチマン出せるんやったらさ、はい、岸影選手なんてちょっと出せろ。岸影選手実際に俺占わして、はい、あなたとの因果関係というかな、すごいっすね、成功するかどうか。岸影選手それちょっと占った上で、はい、あなた実際にまた賭けに行って、そんまた一緒に賭けに行こうや、はい、ほんで岸影選手絡みで3度目の大勝ちはあるのか、ちょっとやろうな、これおもろやろ。そロッキーさん呼ばないですよ。いやいや、俺猫乗っていかな話にならんやろ。ロッキーさんレギュラーでやってるんですか。レギュラーちゃうの。いやいや、女の入り立ちにしてレギュラーじゃないとかないでしょ。マジでさっき光くんキャーキャー言われたかな。新宿の駅からここまで3時間かかったね俺。組織
かつかないですね。地下警察がびっくりしたな。びっくりした。マジで。ちょっと岸掛絡みもう一回やろう。すごいな。もう一回やろうよ。そんなことあるだって。俺があの大勝ちした時の岸掛選手が2回目に絡んでくるってやばくない？やばい。はい、そんな感じで今回ね、ロッキーさんに相談してもらったんですけど、思った以上当たってた気がします。いや、すごかったですね、正直。ただまあラファさんとか見てたら手相が全てないっていうのもまあ実はあるのかなと。やっぱちょうど10人のうち1人やろう、9割ぐらいかな。こと言いながら手相を見ればそいつの未来がちょっと見えるっていう。もしねロッキーさん興味あったらぜひこの何でしょう占いの。メグーアでございます。メグーア、歌舞伎町メグーア。東宝シネマすぐでございます。ガルプンの敷島の240万取った時のオイル袋もございます。ご利益にあやかりに来てください。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ロッキーありがとうございました。はい、もうロッキー節咲いてましたね。すごかったっすね。ほんまに口からフォロワーバックなんか俺らのお父さんちょっと似てるっすね。確かに、まあ、思ってたんです。それなんかロッキーさん俺のね音にめっちゃ似てるんですよ、ほんま。本当に今度じゃあ姫路って音を占わせて。催眠術師の方が本物なのかインチキなのか、これをガチ検証していきたいと思います。で今回アポイント取れた方っていうのがめちゃくちゃテレビに出る川上武史先生っていう。開けましょうか。そうじっと肩力入ります。そう力入ります。じっと後ろに力入ります。そう今話してる私はどんなちょっと上の方だったんですけど、あれ私がこうどこに